こんにちは横山です、えー。今回はですいかだに上がった後、えー、釣り開始までの準備とそれから打ち返しの基本動作について説明します。えー、まず釣り道具の配置ですけども、えー、釣りに必要なものはですね全部あの手の届く範囲に置くようにします。えー、椅子が中心ですね、えー。私の場合はクーラーを椅子代わりにしますんでまずクーラーを置く位置を決めてでその左側に手洗い用のバケツと団子を置きます。 あと、タモンもあの絵に手が届く位置でですね。左側に置いておきます。で、ええー、竿と小物ケースは右手側ですね。あの竿を逆の手で持つ方は、これ全部この逆ですね。で、あの団子をですね、握るのにこう腰ひねるのが辛い方は、あの団子形を自分の正面に置いてもいいと思います。あのー、まあ、決まりがあるわけではありませんのでね。あの、自分のやりやすいように考えて配置をしてください。 でえー、釣り座の場所はですね、えー、これ基本船動作に聞いておすすめの方向に構えるようにしてくださいでもしおすすめがないようであればあの前日の談合の汚れとかですね大ネジの跡なんかを頼りにあのなるべく人が乗ってそうな方向に、えー、まずは構えるといいと思いますあとはあの風向きとかそれから寝がかりの様子を見てですね、えー、釣り始めてからあの場所を釣りやすい方向に構え直すというのもありですね えー、ある程度薪へ打ち込んでから場所移動するというのは結構勇気いりますけどもあの釣りづらいポイントで続けるよりはパッと変わってしまった方が良い結果に終わるということが、えー、意外と多いと思います。はい、で、えー、釣り座が整ったらですね、えー、竿を組み立てるより先にまずポイントに団子を入れときましょうあの5個でも10個でもあのお好きなだけ、えー、水深とか潮の流れとかありますけどねあの、まあ、大体で大丈夫です。で えー、団子の硬さなんかはですねあとで説明しますけども例えばですね多分8メートルぐらいのポイントだろうということであれば、まあ、8回9回握ってみてですねで、えー、1個放り込んで,で、まあ、例えば左にちょっと流れていくんであれば、まあ、2個目からはあの右の方に放り込んでやるという感じでですね、えーまあ、それぐらいで放り込んどけば大丈夫です。はい であとはあの竿を仕掛けを組み立てたらですねこれでやっと釣り開始ですねでここからはあの手返しの基本動作について説明をしますえまずクラッチをフリーにして糸を引き出しておいてで竿は傍らに置きますで、えー、針に挿絵を挿して、えー、この挿し方はですねあの私の場合オキアミですとほとんど尻尾からまっすぐ挿す挿し方でさなぎだと、まあ、その時手に持った向きで縦に挿すだけなんですけどね あの刺し方でそんな腸が変わるということはないと思いますんで、あのーまあ、大体で大丈夫です気にすることがあるとすればあの水中で回転しないようにですねなるべくま,あまっすぐ刺すということは気使えるなら使った方がいいと思いますけどねまあまあ刺さっていれば大丈夫と思いますで、えー、針に餌を刺したらこれを団子で包むわけですけども片手で団子をギュッと握ってですねで手を開いて割れ目を作ってでそこに刺し絵を入れます もしくは団子材を半分量取って上に差し絵を置いてで上からまた同じ量かぶせてでも大丈夫です。で握るときはですね指の先を手のひらの中に入れて、えー、手のひらで押すのではなくて指を使って握ります。あのおむすびやあの寿司を握る感じですね。でえー、私の場合はですね使う指は、まあ、23本ずつなんですけどもあの人によって手の大きさは違うと思いますんでねあの自分を握りやすいようにやられてください。 だ、えー、団子の直径はですね6 7センチというところですねだん、えー、の硬さはです、ね、握る回数で調整します早く割れすぎるようであれば次から握る回数を増やしてでなかなか割れないようであれば握る回数を次から減らしますでだん、えー、ができたらですね一旦足元に置きます私の場合はおけの中に置きますけどねで、えー、手を洗いますあの手を洗ったら両手の水気をですねタオルでしっかり拭き取っておきます あの早く投入したくで気がせぐと思いますけどもえ決して汚れた手や濡れた手で竿を持たれませんようにあの釣りの最中はですね両手は常に乾いたきれいな状態にしておきましょう。で手を拭き終わったら利き手で竿を持ってで逆の手で団子を持って海へ投入します。でこの団子を触った方の手はですねもう一回洗うなりタオルで拭いての汚れを落としておいてください。団子の落下中は竿の弾みが邪魔にならないように穂先を下げておきます。 スプールの回転が団子の落下速度を超えてくると糸拭けが出てきますので下向きリールなら人差し指両軸リールなら親指をスプールに軽く触れてですね糸拭けが出ないように調整しながら落としてやります。これはほっとくとライントラブルになりますんでね気をつけてください。でだんごが着底したらですね穂先に軽くテンションをかけて団子が3回するのを待ちます。 初回の糸であれば、この時にマーカーで糸に水芯のあの印をつけておきましょう。団子が3回すると穂先のテンションが抜けます。で差し絵が出たのを確認したら、穂先を少し下げて、当たりを待ちます。で、餌を取られたり、当たりがなければですね、仕掛けを回収するんですけども、あのまず1ひろほどリールで巻き取ってから、それから殻合わせをして残った差し絵を切ってください。 あのかかり釣りではより戻しの類い使いませんのでねエサが残ったまま回収するとこう差し絵がくるくる回転して糸がねじれますんであの水の抵抗を使ってエサを切り落とすわけですねで少し巻いてからあの切るというのはそこに集まってきている魚を驚かさないようにということですでリールで仕掛けを巻き上げるときはですねあの穂先を水面からなるべく高く上げて巻き取ってくださいあの穂先が水面に近い状態で巻き取りますとで、ね、水中から突然あの 飛び出してくる重りや針でこう矛先を破損しますんでね、あのイカダザオの穂先というのは本当に弱いですから、巻きすぎたガンダマがちょんと当たっただけで折れます。だからこれはあの仕掛けをリールで巻き取るというときはあの必ず穂先小破さんようにですね気をつけてやられてください。はい、えー、釣りの基本動作は以上ですね。えー、これを1日に何回となく繰り返すことになりますんでね、えー、スムーズに行えるようにぜひ習得されてください。 最後にですね、釣果に直結する取っておきの秘訣を3つ紹介します。まず1つは、糸のよれをこまめに取るということですね。かかり釣りの仕掛けはシンプルなだけにですね、気をつけて釣っててもよくよれるんですね。こうねじれるということです。で、糸がよれたらですね、手でたぐってよりを取ってやりましょう。あの回収後であれば、あの糸をよれているところまでこう引き出して、海に放ってですね、で指先で糸をぎゅっとつまんで、 で、逆の手でそこから糸をこっちに引き出すようにして、しごきながらタグっていきます。あの、このつまんだところから向こう側糸の先端側にですね。こうね。じれをこう押しやるということですね。で、そうやってして、足元に糸を置いていってで、これを針までやればヨレがちゃんと取れます。あの糸がよれてるとですね。ろくなことがありません。えー、穂先にくるくるっと絡みついて最悪さを壊してしまいますしね。 あの、差し絵が水中で回転しているようだと、杭が落ちるかもしれませんね。えー、まあ、気がついた時はですね、面倒がらずにすぐ取るようにしておけば、あの余計なトラブルを回避できるということです。えー、ちなみに、あのかかり釣りにいて、もともと仕掛けは手で回収する釣りなんですけどね。あの、今はリールで回収する人も多いと思いますけども、あの、今時のリールでもですね。ええ、水深浅いところであれば、手でやった方があの手返しは早くなると思います。 それから、二つ目は、ですね、針先と糸のチェックですね。えー、かかり釣りは、仕掛けが海底に触れることが多い釣りですからあの。針先がなまりやすいですし、それから糸には傷がつきやすいんですね。あの餌取りにフグやカワハギが多いというのも、原因の一つだと思います。けれども、えー、針先がなまってないか、それから糸に傷がついてないかは、ですね。これは、毎度、気を配る癖をつけてください。 えー、糸は指でつまんでですね、こう滑らせてみて、あのザラつきとかささくれがないか確認します。で針はあの親指の爪にですね、こう針先を立ててみて、で軽く引っ張ってみて、キッと引っかかればオッケーです。あのこれがスルッと滑るようですと、あのチヌの口には刺さりません。えー、どっちもですね、あの少しでも違和感を感じるようであれば、あの悩まずスパッと切って、えー、すぐ交換しましょう。 えー、かかり釣りで釣果を劇的に上げるテクニックがもしあるとすればですねあのこの針と糸のチェックというのが唯一最大のそれやと思いますあの必ず釣果に結びつきますんでねぜひ実践するようにしてみてください、はい、で最後に3つ目ですね、えー、周りを汚さないように気をつけて釣りをしてみてください、えー、団子の粉とかですねあと刺しえのかけらとかですね始めたばっかりの頃は釣り終わってみると周りぐちゃぐちゃになっているということがよくあるんですよね あの私もそうでしたけど、これはベテランになりますね。釣り終わっても流す必要がないぐらい周りが綺麗です。で、それが長かと何の関係があるのと思われるかもしれませんけども、あのジャンル問わずですね、釣りが上手な人というのはみんな動作に無駄がないんですね。で、結果釣りが中断するようなトラブルを起こさないということです。で周りを散らかさないように気を使って動きますとね。あの一つ一つの動きが丁寧になりますんでね。 あのー、まあ、慣れるにつれて自然とそのようにみんななっていくんでしょうけどもあのこの手のことというのは意識してやるのとやらないんでは上達のスピードに差がつくと思いますんでね、えー、よかったらぜひ参考にしてみてくださいはい以上ですね、えー、次回からはですね具体的な釣り方についてもう少し突っ込んで解説できればなと思いますそれではまた次のビデオでお会いしましょうごきげんよう。う